はい、皆さんこんにちは、フラワーディストシンです。今回はですね、新しい単発通信講座のお知らせです。今回の単発通信講座は、切り花ではないんです。切り花成果ではないんです。もう押し花なんです。まあね、これはね、実は押し花がもうできてる押し花のセットを、開発しまして、これをね、こういうね、まあ、こういうような押し花の額に、なんつうのかな、デザインでこう自分で貼り付けて作り上げて、でこういう額にね、この押し花をこう入れ込む、入れ込んで完成なんですけれども、実はこのレッスンね、何を主体にしてるかというと、実際にこう切り花のレッスンをやっていくと、僕なんかもそうなんです。すごく直面するのが、こう、間引いてしまうお花なんです。ちょっとね、こう、平皿とか小さい小皿にお花を浮かべて、眺めたりはしますけれども、なんかね、こう、間引いたお花をうまく活用できたらいいなってずっと思っていたんです。その時にね、こう出会ったのがこの押し花だったんですね。だからまあ、それを、こう、自分で押していって、で最後、なんかこういうね、残ったお花でこういうシートとかができてできたり、あとね、こういうの以外にもいろいろとこう活用できるんですよ。これ実はそういうのをね、みんなが共有できたらいいなって思って作りました。で、まあ今回はこういう押したものを額にしていくレッスンなんですけれども、これも押し花のレッスンとしてこう押していってレッスンとか、あと乾燥させてね、逆に乾燥させて立体的に残して立体的に、アレンジをしていくレッスンとか、いろいろとこうバリエーションが揃ってるんですね。その第1弾として、まず最初にこういう出来上がった押し花で形取っていくレッスンっていうのをやっていきたいと思ってます。やっていきます。はい。で、これから、こちらのレッスンはですね、N フラワーの本部インストラクターの白石由美子さんが、担当してやっていきます。もちろんこのフラワー TV の中で、レッスンを行っていきますので、ぜひね、受講してみてください。今日これからね、白石さんに登壇していただいて、レッスンをしていただきます。では、最後までご視聴ください。押し花レッスンのスタートです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、 N フラワー本部インストラクターの白石由美子です。今日は押し花の単発講座の、説明をします。まずこちらの2種類を作ることができます。で、台紙のピンクとグリーン系が入ってますので、ピンク系の方から説明をします。まず材料の押し花を開けていただきます。ここ今ハサミでカットしました。静電気が起きやすいので、ちょっと気をつけながら取ってあげてください。そしてここの、レースフラワー、レースペーパーがあるので、レースペーパーの方をこうカットしました。カットしたものがこちらになります。これをレジンといって、お水を使っていない糊を、備え付けのこのアルミホイルと、あとこの用紙ですね。で、簡単にまず糊付けをしていただきます。左右好きなところに貼ってください。簡単に貼ることができると思いますので、上からフィルムを最後に、かけるので、そんなに丁寧に貼らなくても大丈夫です、はい。そしたらこちらの方に押し花を乗せていきます。自分の好きな押し花をここに乗せていきます。この見本と同じように作っていきたいと思います。まず、ノースポールですね、こちらの方を本当にちょこっとでいいので、このレジンという糊をつけてください。その後にオレンジコスモスですね。もし花びらが外れてしまったとしても、
心配しないでまたこれを糊で同じようにつけていけば修復することが可能です。今この花びら取れてしまったのでこんな感じで同じ場所に戻していきます。生花だと花びらを戻すということはできないんですけれども、押し花だとこういうふうに修復して戻すことも可能になります。だいたいあったような場所につけていきます。台紙につけても押し花につけてもどちらでも構いません。もう一枚つけます。その後にこちらのシダ植物なんですけど、こちらをつけていきます。簡単に手でこうパキッと折ることができます。ハサミを使ってもいいんですけど手で簡単に折れるので手で折ってみてください。今少し糊をつけました。好きなところにこれを差し込んでいきます。見本と全く同じにならなくても大丈夫なので、自分で好きなバランスを見ながら葉っぱもつけていきます。この後に、ビオラも2枚ずつ入っていると思いますのでビオラも貼り付けていきます。でこの糊なんですけれども、お水を使っていない糊なので、木工用ボンドとか普通の糊とかを自分でつけないようにしてください。普通の水分が入っている糊を使うとお花の変色の原因となります。次にバーベナーというピンクのお花を貼っていきます。だいたい見本の通りに作っていくんですけど、もし自分で自由につけたい方は自由な、デザインでつけていただいても構いません。だいたい今同じような感じになってきました。残りもどんどんつけていきます。このシダはそんなに簡単にバラバラになっちゃったり壊れたりすることはないので、そんなに気を使わないでつけていってください。ちょこっと少量で大丈夫です。バラの花びらなんですけど、ちょっとこうやって分解するとハートを作ることができます。ちょっと下につけて、花びらを2枚合わせると簡単なハートが作れます。今2箇所するんですけれども、お好みによってバラのハートは増やしてあげても大丈夫です。あと隙間隙間に好きなようにこの花びらも差し込んでいってあげてください。
こちらの両サイド少し開けといてください。あとでフィルムをかぶせるんですけど、もしもフィルムがずれてしまった時のことを考えて、まあ、多少横サイドを開けておきます。だいたいこれで似たような感じになったので、いよいよフィルムをかぶせます。こちら帯電防止というフィルムがあるんですけど、こちらの方をまず後ろの切り目があるのでここを開けていきます。こんな感じで剥がしたものの粘着面を外にしてあげて、ここに押し花を貼り付こう上からカバーしてあげます。こちらの方が粘着面になります。上にかけるのは、静電気防止するためです。多分、ほぼぴったりサイズなので、上から見てぴったりになるように上からかぶせてあげます。多少ずれたとしても大丈夫なので、やったらもう躊躇しないでそのままかぶせてあげてください。そしたら中央から外に向けて指でこう中の空気を押し出していきます。ぐちゃっとやると線が入ったりするので、必ず中から外に向かってこちらくっつけていきます。そしたらこの周りの出たところをハサミで綺麗にカットしてあげて、額に入れて出来上がりです。これで教材に入ってきた額の中にこれがぴったりサイズ収まると思いますので、こちらの方に入れてみてください。後ろを開けて、こちらぴったりサイズになっているので後ろの蓋を閉めます。よいしょ。こんな感じで、ちょっとずれてるかな、こんな感じで出来上がりとなります。縦でも横でも好きなように飾ることができます。はい、でこちらの説明なんですけれども、これも同じように、このレジンを使って、ここの葉っぱやお花を使ってこう植生生えてるような感じでレジンでつけて、上からフィルムをかけてこちらの額に入れると完成します。はい、あと一つ説明なんですが、こちらの方のバーベナの花びらをこうカットすると、これもハートの形に切ることができます。で簡単にこのハートの加工ができるので、こんな感じで小さなハートを飛ばして入れてあげても可愛くこちらの方できると思います。あと、注意点があるんですけど、あんまりこれが重なってしまうとフィルムで留めているので、重なり合いがないように下の部分と、フィルムが、ね、密着するところができるようにしながら、全部が重なった状態にしないように仕上げてください。はい、これで終わりになります。はい、最後に内容物の確認をします。はい、額が2つと、それから、フィルムが2枚、それから、こちら爪楊枝と、ま、アルミホイル、これは、まあ、なくなったらご自分ので構いません。ピンセット1本と押し花1セットとレジン、糊ですね。あと、画用紙が2枚入ってきます。ハサミとかそういうものは自分のお持ちのものをお使いください。はい。